ジョージ・クラウゼンは、イギリスの画家、版画家である。ロンドンに生まれた。父親は、デンマーク人を先祖に持つ装飾画家である。1867年から1873年の間、ロンドンの美術学校、サウス・ケンジントン学校で学び、才能を認められた。風俗画家のエドウィン・ロングのスタジオで働いた後、1870年代の終わりに、 パリのアカデミー・ジュリアンに入学し、ブグローやトニ・ロベール・フルーリーに学んだ。1880年にロンドンに戻った。1880年のロンドンの展覧会に出展されたフランスの自然主義の画家、ジュール・バスティアン・ルパージュの作品を見て信奉者となった。結婚して1881年から住むようになったハートフォードシャーの田園で、 ルパージュの描いたようなモチーフを求めた。1890年代になると印象派に影響を受けた独自のスタイルを持つようになった。1896年にロイヤルカレッジ・オブ・アートの会員となり、アカデミーの展覧会に出展し、1904年から1913年の間は教師も務めた。第一次世界大戦では公式の戦争画家に選ばれた。 戦争で娘の婚約者が戦死したことを受けて十字架とうずくまる女性を描いた作品ユースモーニングを描いた1927年にナイトの称号を受けた92歳でロンドンで没死したありがとうございます